今話題の、カールトン、コルトン、コルトンハンター、コルトンハンター、ハンターコルトンハータ、キル、はい、ハーター選手っていうかそもそも誰ですかインディーの選手だってことは なんとなく分かるんだけど、うん、もう全くノーマーク、僕も全く知りません。ハータっていうとなんかブライアンハータって言ってしまいそう。まあお父さんですね、ブライアンハータが、うん、なんか突然ね、なんかハータって出てきて、でレッドブルがなんか無理くり乗せようとしてるみたいな、レッドブルってそんなチームだったっけみたいな、うん、っていうのもあれ本当になんか何とかしようとしてるの、あれ、まあしようとしてたらしいですけどね。まあ、ハータが欲しいというよりはガスリーをアルピーヌが買い取るなら、うんうん、まあ、ハータが代わりに乗るんだったら、まあ、泣きにしもあらずっていう感じ、うん、ガスリーの代わりになるぐらいの選手だと思ってるってこと、まあ、戦力的には思ってないでしょうね。まあ、ハータがどうっていうよりも、うん、そもそもそのアルピーヌがまず誰もいないんでガスリー欲しいじゃないですか。欲しいよね。で、まあ、レッドブルとしてもガスリー、うん、まあ、一応ガスリーのためになるようにしてあげたいっていうのもあるし、うん、ガスリーをレッドブルーにあげるつもりもないっていうのもあるし、まあ、買い殺し状態になってるから、うん、まあ、ガスリーがアルピーヌって言うんだったらまあ別にいいよ、ただいいんだけど、うん、ガスリーが行っちゃうとうち誰もいないんですけどっていう、うん、レッドブルジュニアでスーパーライセンス取れる人が一人もいないんで、予定通り今年、まあ、ビップスなり、ね、リアム・ローソンなりがスーパーライセンス取ってれば、うん、多分あじゃあどうぞってあのローソンかビップスを F1 に上げるっていうのができたと思うんですけど、うん、それができてないんで、うん、レッドブル陣営、まあ、岩佐君もそうだしハウガーもそうだし、うん、ジュニアはいっぱいいるんだけど誰もライセンス持ってないっていう状態だから、うん、じゃあ代わりに誰かいるんだったらガスリー上げてもいいですけどっていう中で言うと、まあ、マクラーレンがね前から乗せようとしてハータ、うん、ライアンハータじゃなくてコルトンハータの方は、うん、まあいいよねと、まあ、レッドブルとしても多分アメリカ市場を考えると F1 が今、まあ、ね、うん、アメリカで人気というだけじゃなくて、うん、まあ、言うてレッドブルやっぱりドリンク屋さんなんで、それがどこで売れるかってこともやっぱり市場としては考えてるんで、アメリカ市場にアピールできるっていうのは結構大きいですよね。アメリカでハーターさんはちゃんとそのインディードライバーとして裏が国のドライバーだって認知されてるのかね、まあ、されてなくてもいいんじゃないですか、アメリカ人だっていうだけでボンって F1 乗れば。ああそういうこと、アメリカの国旗みたいなヘルメットにして、そうそうそうレッドブルの宣伝に使えるっていうのがまあいいんじゃないですかね。ただまあスーパーライセンスがないんで無理だよねっていう、ね、うん、まあ、特例で出してもらおうとしたけど、やっぱりスーパーライセンスポイント制度自体はもうその特例をそういうのなしにするためにスーパーライセンスポイント3年間で40点ないとダメですよっていうルールになってるんですけど、まあそれで、ね、直樹選手も FP1 出るときギリギリだったっていうのがありましたけど、あの一応コロナの間にコロナの影響を受けた人のための特例みたいなのがあって、それを使ってなんとか出してもらえないかみたいな話だったんですが、うん、まあ、別にハータ選手過去3年間ずっとインディー出てるし、うん、別にコロナの影響何も受けてないので、うんうんうん、コロナの影響でライセンスが取れなかったわけでもないので、うん、まあ、違うよねっていう、そこはまあ FIA としてやっぱ認めるわけにいかない、レッドブルの都合 で、まあ、もちろんアメリカ人ドライバーがいた方がいいよねで、うん、F1 としてもそうしてあげたいのはやまやまだけど、うん、やっぱり特例認めてしまうとスーパーライセンス制度自体を FIA 自身が否定することになるので、今までやってきたことが全部崩れちゃうでしょ、うん、だって、まあ、コロナの影響でね、なんか参戦する予定だったのが、うん、そのカテゴリーがなくなりましたとかだったらまだ、はいはい、あ本当だったらこれ参戦しててポイントあと何点取れてたよねっていう無理やりのこじつけできるけど、うん、まあ、ずっとねインディフルで出てて結果的にまあランキングでポイント取れてないよねなんで、まあ、しょうがないですよね。それって結局スーパーライセンスポイント制度っていうものも否定することになるし、あとは FIA が作ってる F1、F2、F3、リージョナル、F4 っていうこのピラミッドも否定することになっちゃうので、結局ここのどこにも属してない人がいきなり F1 にポンって乗るのはいいんかいって話になると、 F2、F3 とか出てる人えってなりますよね。まあ、F2 はと F3 だけにしゃべんじゃないスーパーライセンスポイント、そうするとまあちょっとあれだから一応お情け的な感じでインディーとかスーパーフォーミュラっていうところにもライセンスポイントがついてて、まあそこでちゃんとね誰もが認める結果残せばじゃあスーパーライセンス出してあげますよっていう、まあ一応まあ建前上ね本当はあるんで、まあそこで
その建前すらお前クリアできてへんやんけという話ですよね。チャンピオン取ってればだって一発で取ってね、うん、もらえてるわけだから、まあ、いずれにしてももう仮にそこでインディーで40点持ってたとしても、うん、まあ、正直ちょっと F1 に来ても活躍するのは難しいと思うんですけどね。いや難しいでしょう。相当難しいと思いますよ、うん、やっぱり F2 とか、ね、F3 とかやってないと、ヨーロッパのサーキットもまあ彼1年間すごい2016年かなんかに、うん、1年間ヨーロッパでレースしただけで、あ、一応修行はしたんだね。でもかなり下のカテゴリーの車なんで、はいはいはい、まあ、だから F1 やってるサーキットも多分5つか6つしか走ってないと思うし、まあ、もちろんピレリタイヤも走ったことないし、うん、ってなるとまあなかなかその感覚的な部分もまずちょっと難しいですよね、うん、でそれプラス F2 あんだけやってても F1 ってまた特殊で、まあ、角田君もね実際 F1 デビューした時相当苦労しましたけど、まあ、それぐらい F2 と F1 の間にはもう一個カテゴリーあってもいいぐらい車が違う、速さもそうだし、もう複雑さも全然違うから、まあ、それを、まあ、今乗る、来年デビューするって決めて、まあ、テスト一生懸命やったりシミュレーターやるにしても、まあ、ちょっと間に合わないですよね。どんだけプライベートテストやったとしてもちょっと苦しいと思いますけどね。なるほどね。仮にむちゃくちゃ才能があってむちゃくちゃ感覚的に速い人、まあ、例えばマックス・フェルスタッペンと同じ才能を持ってたとしても、うん、多分いきなり乗っては無理ですよね。うーん、っていうぐらい多分インディーとか F2 と F1 の差って大きいので、いくら感覚的に速く走れる人だったとしても逆に潰れちゃうと思うんで、うん、なるほど、才能を潰してしまうと思うんで、うん、まあ、そういうちょっと強引なデビューの仕方はしない方がいいんじゃないかなと思いますけどね。よくおじいちゃんこれ許してる。でもおじいちゃんむちゃくちゃなんだ。なんかそこが不思議だなと思って、そうそうそう、いくらその市場価値があるとはいえ、うん、それとそれで言うと、うん、自分がやってる今 F2 とかに走らせてるレッドブルジュニアプログラムを否定することになるんだけど、うん、それでもおじいちゃんいいんですよ。結局早ければいいっていう、うん、あ、だからおじいちゃんのメニューをかなってるってことの、このハートは、まあ、わかんないです、ね、見たことない人が走ってる多分ね、うん。まあ、だからとりあえず乗せてみるっていうのは割と意欲的にやって、でダメだったら切るっていうのも意欲的に切りますから、おじいちゃん。ああ、はい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 、まあ、ティクタム選手もそうだし、うん、ね、今そのインディーで走っててマクラーレンに乗ってるパトリシオ・オワード選手だってもともとレッドブルですからね、うん、これ、ハーター選手は昔のマシンには乗ったんだっけ。マクラーレンで1回去年乗ってますよね、うん、でもなんか今一つなんかすごかったという噂は聞かないっていう。そうだね、それで消えたんだよね、一回。そうそうそう、消えちゃったんだよね、うん、マクラーレンの話からね、うん、でアンドレッティがなんか F1 来るんだったらハータだみたいな話になってるっていう。なんでハータが出てきちゃったんだろうね、そんな大した成績でもないのに、ね、まあ、多分インディーの中でアメリカ人じゃなきゃいけないからね。アメリカ人で、うん、まあ、一応若手で、そうか、だから期待できる人。あ、そうか、インディーで若手でアメリカ人ってなってくるとそんなにいないんだね。インディーで活躍してる人って言って、うん、グロージャンだとはならないですよ、ね、そうだよね。エリクソンだとはならないんで、ならない、ね、パロー選手もアメリカ人じゃないしね、うん、帰化するしかないんだ。パロー選手が急いでアメリカ人国籍取る、国籍取ってところはだってもうスーパーライズ持ってるのね、チャンピオン、ね、まあ、だから全体的にそのアルピーヌとレッドブルの利益を考えると、まあ確かに特例で乗るというか、まあ特例じゃなくて彼が乗れるのが一番いいんだけど、まあそれはちょっといろんなものを否定することになっちゃうので、まあ FIA 自体がそれはできないよねっていう話で、まあ他のチームも同じですよ、そこはね。足りねえからその冬のシリーズっていう、なんかこう足りないから埋め合わせするために冬のリージョナルのなんか地方のリージョナルに乗るってこうどうなのっていう。去年やっといたんだったらいいですけどね、今年の冬にやっとけば。そこまでだから計画的にやれてないっていうのもやっぱり、まあ、レッドブルのダメなところですよね。まあ、出ててもダメだしね、結局。あれジョー選手はそのやり方だったんだっけ。やったの、ね、なんか乗ってたよね、うん、でもそれはデビューする前に、はいはいはい、うん、F2 のシーズンの前にやってますからね。あ、なるほどね。 F2 戦って足りなかったからそれに出ます。じゃあちょっと、ね、来年の2月3月まで分かんないし、分かんないよね、下手したらそのシリーズの参加台数少なければ認められませんっていう、15台いなければポイント上げられませんなので、それはもうちょっと辛いですよね。だってそれ岩佐君も出てて、岩佐君が出てても全然走れなかった、全然勝てなかったというか、全然上の方でも走れなかったですからね、あの時全然ポイント取れてない。
ですよ。あ、そうなんだ。だからローソンとかも確かそうですよね。はいはいはい。ちょっとだからこのコルトンさんの話は、まあ、F1 自体の価値を下げることになるし、ね、ちょっとなんかそこさすがの太郎さんでもこれはねどうしたおじいちゃんみたいな。それでゴリ押しで乗って活躍できるんだったらいいですけど、活躍できそうな要素がちょっとないじゃないですか、うん、まあこれぞ奇跡っていう感じの結果しかそこは見えないもんね、うんうん、むちゃくちゃ才能がある人でもちょっと今の F1 っていきなりは無理なんで、うん、そこが、まあそれは多分レッドブルも角田君でよく分かってると思うんですよね。あんだけ期待しててもやっぱりね、去年1年間だいぶ苦労しましたからね、角田君は。そうか、だから逆におじいちゃんからしてもどうせ乗れねえんだからよって。だから あいつが来るんだったらガスリー出すって言っとけよみたいなのあんのかな、もしかしたら。かもしれないです、ね。で、ガスリーまた、わしはガスリーをアルピーに乗せてやりたかったんじゃがのあと1年頑張れよみたいな、そういうことだよね、うん、それはそれで恐ろしい人だなみたいなんだよね。逆にあのハーターと角田っていうコンビだったらちょっと来年アルファタオリ相当やばそうだし一応ねトストさんはチームリーダーね、まだもう慣れるって角田勇気はもう大丈夫だって言ってるけど、やっぱりそこは経験値の差が ね、あるんで、やっぱこう強いチームメイトじゃないとこれでまたで車のセットアップもやっぱりこういう風にしようとか、まあ、ロングランもどういう風に走ったらうまくできるのかっていうのもやっぱりちょっとまだ足りてない部分あるんで、本人もやれるって言ってるけどやっぱり不安は絶対あるし、まあ、それこそまだガスリーから学べるものたくさんあるし、今一生懸命たくさん学ぶって言ってるから、まあ、それはやっぱりまだ差はありますよね。それが角田君ともう一人ルーキーっていうのは、それもルーキーも全然不安の経験がなくて普通も経験なくてっていう人が来ちゃうと、もうなんかチームとしてしっちゃがめっちゃ感になる。もちろん角田君勝てますよ、コルトンハータに。でも18位と19位で勝ってもしょうがないよねっていう話になっちゃう。でも1回でも負けようもんならものすごい叩かれるだろうね。どこのラフテーさんの話アルファタオリもなんか没落しそうだし、そうだね、いくら車が良かったとしてもね、来年いくらレッドブルのコピーマシンもらって、うん、中段トップ走れる車だったとしてもやっぱりちょっと厳しくなっちゃうと思うし、うん、まあそこはねちょっとおじいちゃんのちょっと勇み足という感じかなって、うん、思いますけどね、この件に関しては。そんなにアメリカの市場って大きいんだね。まあでかいですよね、人数多いし。アメリカのスポンサーはついてないよね、レッドブルにね今。そうですね、まあ、でもアメリカ盛り上がればレッドブルについてるスポンサーさんもアメリカ市場 で何かやってればそれはそれでいいってことか。まあ、レッドブル自体が売れるっていうアメリカで、ね、はいはい、モンスターがやっぱ強いですからね、アメリカは。やっぱモンスターは全然強いんだ。まあ、レッドブルももちろん売ってますけど全然、うん、でもやっぱもっと売りたいですよね。あ、そう、モンスターが強いんだね。へえ。ロックスターとかね。はい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 。なるほど。じゃあそれ ドリンク戦争が起こるわけね。ハーター選手も頑張らないといけない。ハーター選手が本当 F1 来たいんだったらやっぱり F2 で走るとかね、F1 のリザーブドライバー務めるとかしないとちょっと厳しいんじゃないかなと。まあとにもかくにも今ポイントは8点かなんか足りてないわけでしょ、うん、だからもうそれを埋めるために 8回 FP1 乗ればいいでも8回もないんでしょ。8レースないから。6レース全部乗って 6ポイント稼いで、うん、ポ2ポイント足りないね。どうするよ。ペナルティーポイントもらってなくてセーフティーポイントっていうのがあるんで、それ2点もらえると思うんで、はいはい、そしたら40点出しちゃいます。でもあのサンパウロとかはもうスプリントレースで FP1 しかないから予選まで乗せてくれるチームがあるとは思えないですけどね。そうじゃないとレギュラードライバーがいきなり予選ぶっつけ本番になっちゃう。確かに FP2 で走るかスプリントで。あと今年の成績も良くないからポイントが足らないでしょ。そうですね、やっぱそういう人乗せたらやっぱり悪しき前例になっちゃうね。そうそうそう、本当そうです、うん、頑張ってる人が、まあ、報われないって言い方すると変だけど、まあね、うん、普通チャンピオン取った人が乗れてないわけですから。乗れてないのね。それでなんかよく分かんない人が、しかもアメリカから来ました、アメリカから転校してきましたコルトンハッターですって。あいつ無視しようぜ。友達ができないんだよってことでしょ。あいつの上履き隠そうぜみたいな。いやー、ちょっとでもこの問題はまあ実はまあまあでもね、ちゃんとしたとこに着地はしそうですけどね。その FIA がそこはブレずに特例認めない、はいはい、まあ、F1、うん、FOM もそこははっきりしてるんで、まあ、それは良かったんじゃないですかね。
そこで特例認めてお金のために、確かに、ね、じゃあ乗せますみたいになると、おいおいってやっぱなっちゃうから、それは良かったんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、なるほど。じゃあこの話はもうこれでなくなる感じですかね。ハータ選手自体がね、え、なんで今頃俺の名前がって言ってるぐらいですからなんか当て逃げにあったような感じでしょうね、多分ね。ちょっと待って、ちょっと、でも俺8ポイント足らないんだよ考えてなかったしみたいな去年もう思い出作りしたと思ったのにっていう、今から出られるシリーズはみたいなってことだよね、まあ、そういうことなんでね、うん、まあ、まあそれでも結構話題になってたんだね。まあ、だからまあ結論としては、ガスリ選手、おじいちゃんの勇み足とガスリ選手ね、まあ、僕には契約があるということで、はい、来年まで頑張ってくださいっていうニュースでした。はい、ありがとうございます。